皆さんこんにちは。心の宝を探し出す地球ワクワク探検隊隊長のネイチャー小笠原です。今日はなんと副隊長が探検隊のアイテムをついにゲットしたということでお披露目をしたいと思います。じゃあ呼んでみましょう。せーの、副隊長。こんにちは。副隊長の旅人マリーシャです。かっこいいのを探し出しましたね。そうなんです。まさかこんなに似てるやつをゲットできるとは思いませんでした。ちょっと制服を検証していきたいと思います。隊長のからファッションチェック。ここですね、注目すべきところは。アニマルズ、ボブキャット、オウ、ベア、そしてコーン。肩のマークにはなぜか119。あとこれね、アメリカのボイスカートの服なんですね。右腕にはアメリカの国と ON。 どうでしょうか。それでは次は副隊長のアイテムをチェックしていきたいと思います。ミンミンミン。さっきの胸元チェック。剥がれとる。なんかベロンベロンしてるんですけどそれなんか一個だけちょっと違う子いて、タイガーマイコ。こっちの左肩にはひら謎のヒラヒラのつ、謎のヒラヒラ、ヤーマン。ワンラーワンラー。これシャーク羨ましいな。あ、ほんと。ちょっと海系のワッペン探していきたいと思います。そうですね。あ、髪の毛ついたろ。かわいいよ。ありがとうございます。そうでしょ。マチュアカントリー。え、メイドインジャパン。メイドインジャパン。アイムフロムジャパン。Thank you。そう。そして今あのおじさまが気にしかけてくれてたこの子がパロくんです。これは1号の方ね。パロくん、こんにちは。こんにちは。今日かわいいね、パロくんの声。たまにね、のぶとい声になる時もあるんですよ。広めちょっとね、ボサボサだけどね。そうだよ、ちょっと励かけてんだからさ植毛できるように地球ワクワク探検隊として頑張るね。もうちょっと待ってて、きっとそのうちふさふさになるから。ちょっと起き上げてよ。せーの、よいしょ。はい、今日も私の相方来ています。フラミンゴのフラミンゴです。あのキュートなくちばしがあって、目はちょっと意地悪そうだけど心は優しい。私と一緒。ううううううう